ストップ待ちだったらもうホームランっていう、大きな当たり、レフトも一歩も追いません。場外です、場外です。得点圏にランナー2人、さあ三塁線、やった、長打コースになった、三塁ランナー勝ち越しのホームイン、ようやくクッションボール、下がってゆっくりと今二塁ランナーのホームイン、3対1。センター新庄がバックする、ジャンプ、ちょっとスタートが遅れたような感じでした。高橋を自分に蹴って二塁へ、ボールはライトの坪井が取って内野に返しました。通りましたよ。これはバットの先端、打球は伸びたか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 、はい、どうぞ。ロシミスなんですけど、あ、これも会心の当たりです。これも行ったかな、これも行ったかな、行ったか行ったか行ったか、入った入った、ホームラン。このまた手がつけられないのが高橋。ワンエンドワン、センター前、落とす球です、バットに乗せた、レフトへ、フェンスにつく、打球は伸びる、入るのか、ジャンプ、フェンスに当たって跳ね返った、高橋は二塁ストップ、土橋は三塁へ。